とえ冷たい海の中でも殿を守ってみせますよ。私は山岳に陣を構えさせてください。寮が私の本職なんですけどね、もう昔の私とは違うんです。私はもう過去を振り返ったりしません。親方様との楽しい毎日を邪魔しないでください。修行の成果受けてみなさい。念仏を唱えても助かりませんよ。無事みたいですね。よかった。